下関北九州道路建設候補地を野党が視察、清掃にする気。立憲民主、国民民主、共産、自由各党の有志議員は15日、北九州市を訪れ、安倍晋三首相らに対する忖度発言が問題となった。下関北九州道路の建設候補地を視察した。夏の参院選を睨み、 後半国会でこの問題を取り上げ、閣僚級の失態が相次ぐ安倍政権への攻勢を強める狙いだ。立憲の川内博文衆院議員は視察後の記者会見で、政治、行政が一部の政治家によってねじ曲げられているのではないか、という疑念をしっかり解き明かしていかなければならないと強調。 国民の原口和弘国対委員長も安倍政権のおごりの中で起きていることが何か、国会で追求したいと述べた。道路計画そのものはそっちのけの言い方だ。4野党は北九州市内のホテルに関係自治体の首長らを招き、合同ヒアリングも開催。福岡県の小川博士知事、山口県の村岡つぐま知事、 北九州市の北橋健次市長はそれぞれ下関北九州道路の必要性を訴えた。この案件は、国民民主党の木ータ衆院議員が政府に対し早期実現を求める質問主意書を提出していた。昨年7月の豪雨災害で本州と九州の交通に深刻な支障が生じたことへの対策の意味も強い。また下北道路の建設促進の理由として、 政府は既存ルートの老朽化などを掲げている。この調査を踏まえ、野党の要請なら良くて、与党の要請は利益誘導だという理屈を説明してもらいたい。また、野党の面々はキー議員の要請の事実を知っていながら、ここ数日の間、忖度がどうのこうのと騒ぎ、忖度道路と否定的なキャッチフレーズまで歌い始めた。 視察までした以上、野党はこのインフラ計画をどうしたいのか説明する義務がある。その上で計画よりも、安倍政権のおごり云々を主張する意味は何なのか語っていただこう。野党も早期実現を求めるプロジェクトを、政権打倒の清掃に貶めることのないよう審議拒否することなく願おう。野党につき刺さりそうなブーメランの刃がキラリと見えるけれど、